ランセットフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は貪欲な深海魚である、水魚にちなむ。水魚ランセットフィッシュは1942年9月30日にペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港する。1943年8月15日にビアトリス・ピー・パーカーによって浸水したが、建造ははかどらず。 1944年5月19日に、ボストン海軍交渉に移動して、建造を進め、艦長エリスビーオア中佐の指揮下1945年2月12日に、収益する。8番不当に経由されたランセットフィッシュは、1945年3月15日に、後部の魚雷発射艦から浸水し沈没した。8日後に引き上げられ、3月24日に、退役する。 その後未完成の状態で大西洋予備役艦隊入りし、1947年2月27日に第一海軍艦区に移動、1952年12月9日にニューロンドングループに配属された。1958年6月9日に除籍され、1959年8月20日にスクラップとして57,180ドルという値で売却。 一度も任務に就くことなくその障害を得た。乗組員としてこの事故を経験した、チーフソナーマンの CW ・ヘイズによると、ランセットフィッシュの沈没の原因は、乗組員の勘違いだった。当日、後部発射管室で点検していた二人の乗組員のうち一人が発射管内部を開けようとしていた。ヘイズは、発射管の中は海水が注入されておらず空っぽだろうと、 判断していた。実際、この乗組員が差し示した発射管は空っぽであった。その判断に従って別の乗組員が発射管の蓋を開けた。しかし、実際には他の発射管の中には海水が注入されており、しかも管外部の発射管の蓋は開いていた。その結果、海水が一気に管内に流れ込んできたのであった。ありがとうございます。